ちは。今ですね、皆さんに人生で一番ひどかったなんかセクハラとかそう嫌がらせみたいなの聞いてるんですけど、なんかあった方います？なんかエアドロを全ての人から受け取るとか聞くと、電車の中で知らないおっさんからエアドロでなんかヤバい写真。え、そう来んの？その時はどんな写真が来たの？どういうこと？俺ジュックンだわ。君は名前何なの？コナックです。コナック？君はなんかエアドロ痴漢怖いからギャラドスにした。エアドロ痴漢されたくないからギャラドスにした。何送られてきた？何で？あんたそう？